海防戦艦はフィンランド海軍が第二次世界大戦前に建造した海防戦艦の艦級であるネームシップの艦名はフィンランド創世女子子カレワラに登場するタンヤの神の名前にちなむ二番艦バイナモイネンの艦名は同神話の英雄の名にちなむまた気候浸水。 収益いずれもバイナモイネンが先行しているため、バイナモイネン級とも呼ばれることもある。1940年時のバイナモイネンのイメージ。本級は冬には海面が凍結するバルト海奥部にある北欧の事情を考慮して、設計段階から採氷能力を重視した設計になっており、速力の加減や前進、後進の容易なディーゼルエレクトリック式機の採用にも、 このことが関わっている。また、水深の浅い沿岸部での行動を前提としている。ために全長に比べて、船体の幅を広くとって、喫水を抑えた、解剖船艦特有の船体形状をしていた。写真は氷に閉ざされた、トゥルク港に停泊する、イルマリネン。本級は、砕氷能力があった。本級は、波の穏やかな、バルト海での行動を考えた平。 艦板型船体だが、艦首形状は冬季には、港が氷に閉ざされるために、砕氷型艦首となっていた。前方から、艦の構造を記述すると、軽く視野のついた、艦首艦板に新設計の、ボフォース25.4センチメートル砲を、箱型の連装砲塔に収めて一機を配置。その後部から、上部構造物が始まり、副武装の、 ボフォース1 0 5トル広角砲を棒立てのついた連装砲画で一機を配置している。その背後に司令塔を組み込んだ操舵環境の上には即居技一機が乗る。船体中央部には中段に単小灯台がついた円柱状の単脚章一機と一本煙突が立ち、煙突を両側から挟み込むように1 0 5トル連装広角砲が 原則甲板上に片弦一基ずつ配置され、その後部に関西艇が並べられ、短脚症を基部とするクレーン一基により運用された。煙突の背後に対空式装置が置かれ、その後部に10.5センチメートル連装広格砲一基と二番手砲塔が後ろ向きに一基ずつ配置された。小型の船体ながら武装は効率よく配置され、前後方向に、 最大で25.4センチメートル砲2門と10.5センチメートル砲6門が左右方向に最大で25.4センチメートル砲4門と10.5センチメートル砲が6門試行できた手法の製造過程手法は本級のためにボフフォース社が新設計した1929年型25.4センチメートル砲を採用した性能は 重量 225kg の砲弾を最大行角45度で 33,140m まで届かせることができた。不行能力は行角45度、深く10度で、旋回角度は、旋回守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持つ。発射速度は、毎分2から3発である。イルマリ年級の 10.5cm。 連装広角砲副砲圏広角砲は同じく、ボフオスの新製品、1932年型1 0 5トル広角砲を採用した。この砲は1 6ラムの砲弾を最大行角85度で、高度1 2 0 0 0ル体幹用として、行角45度で1 8 2 0 0ルまで届かせられる優秀な性能を持っていた。旋回と不行は、 電動と人力で行われ、左右方向に100度旋回でき、不行は行角85度、深く10度で、発射速度は毎分15発だった。写真では砲塔に見えるが、これは、連装砲がを密閉型の装甲カバーで覆ったものである。その他、対空用に、ビッカース社の4センチメートルポムポム砲を連装砲がで一機 単装砲がを一機ずつ装備したが、後に、バイナモイネンのミボフォース社の 40mm 機関砲に、換装し、連装砲がで二機装備した。さらに機関砲を補助するため、窓戦車の 20mm 機銃を単装砲がで二機装備していたが、バイナモイネンはこれも、単装発揮に増設している。バイナモイネンは1937年5月、 ジョージ6世大艦記念艦艦式に、フィンランド海軍の機関として参列した。イギリスへの開港に際しては、本級は外洋航行能力を持たないため、スウェーデン海軍の解剖戦艦ドロットニング、ビクトリアに栄光してもらった。イルマリネンは1941年9月13日、サーレマー島攻略作戦機との際に、食来沈没した。 生存者は132名で271名が戦死した。一方、バイナモイネンは1947年3月3日に賠償官に指定され、トゥルク港でソ連に接収後にビボルグと改名されて、ソ連海軍で収益、1960年に除籍後、1968年に解体処分を受けた。 クライトンフルカンシャトルク造船所に1928年発注、1929年9月に寄港、1931年2月に浸水、1933年4月17日に竣工し1934年に収益したクライトンフルカンシャトルク造船所にて1929年8月に寄港、 1930年12月28日、浸水。1932年4月29日に、浸行。ありがとうございます。